んばんは。今日は何話そう。あ、うん？お？17歳になって今日で6日目です。こんばんは。今日は何してたの？内緒。内緒だけど頑張ってました。お家で頑張ってた。明日で1週間です。あ、今日で何日なのかな？今日で何日？日付って難しい。7月分のプレゼントおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと一回画面明るくした。水曜日が17歳最初のパフォーマンスでね。そうですね、18日、あさって公演だ。私もうすぐ学校始まっちゃうんですよね。もうすぐ学校始まっちゃうから、また早起き生活が始まる。こんばんは。サイン入り CD まだかな。メンバーはもう書いたので、あとはもう送るまでの工程だと思います。書きました。え、そうなの。え、なんかさ、どうなんだろう、わかんないんだけど、青の学校だけなのかな。なんかめっちゃ早いんだよね、夏休みは。ですぐテストあるから大変大変って感じです。チアナがありがとうございます。生誕で生誕祭って29でしょ。あ、全然始まってる。なんなえ、29って全然始まってる。やば、次冬休みだ。あ、次冬休み。でも私冬休みも好きだから、なんかさ、なんか何の季節が好きなのかなって考えた時に、やっぱり全部好きって思った。だってさ、だって夏は暑いけど楽しいじゃん。家の中は涼しいから、なんか雰囲気的に。秋はさ、さつまいもが美味しいじゃん。で、冬はさ、お正月あるじゃん、幸せじゃん。で、春はなんか新しいことが始まる感じがいいじゃん。気温的にもいいし。だからね、私全部好きかもって思った最近。青春納言、あ、紫式部より青春納言の方が好き。ね、なんかさ、東京すごい涼しいらしいよね。新潟普通に、新潟も涼しいけど、なんかそんな全然半袖の方がいいって感じ。まだ貝殻ありがとうございます。バラありがとうございます。だから今日も半袖着てました。日向さんパーカー着た写真載ってた、着てたけど、青ちゃんまだ着てないです。なんなら冬物出してない。
30度超える日もう来なくていいあ、もう枯れちゃう、干からびる。ね、今週涼しいのかな、わかんないけど。でも今ぐらいが一番いい。新潟枕の草子の書き出し、春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かり。でもね、あのさ、ファンの方からいただいたさ、何、劇場公演何回目の記念のやつとか、あとあの生徒アルバムをそのカラーボックスの上に置いてあるの全部。でもカラーボックスってそれ何センチ、なんかあんまり大きくないからさ、もう入らん、乗り切らないでもう飛び出てるの、いろんなのがそう、だからカラーボックスもう一個増やそうかなって思ってるとこだけど、多分それママに言ったら なんて言われるんだろう、カラーボックスの中身減らせばって言われるのかなミニマリスト、ミニマリ、全然ミニマリストじゃないです私多分。でも物少ないって言われるけど、なんでなんだろうな、なんでなんでしょうね。で、収納がないのかも収納がないのかも、私もしかして。それそうかもしれない。こんばんは。収納がないのかな。床に置いてることはないです。床には何も置いてない、なんかそのまま直で置いてすることはないけどこんばんは。もうちょっとね、なんかおしゃれな生活できるように大人になったらおしゃれな生活します。全然なおしゃれじゃないから。カラーボックスの組み立て、なんかさ、家具の組み立てとかすごい大変って聞くじゃないですか。でもさ、私あれなんですよね、まだ自分で家具組み立てたことなくてわかんないけど、どうなんだろう、大変なの。いつかやってみたい、家具の組み立て。こんばんは。なかなか全部いつもパパがやってくれるか。こんばんは。部屋の家具、私の家具は実家から持ってきたのがほとんどなので、そのまま持ってきましたこんばんは。あ、組み立て変えたのかな、私引っ越しの時にその場にいなかったからわかんないんですけど。こんばんは。あおちゃんはお財布空っぽになるくらい買い物、あ、今日なんかテラヒナがツイートしてたよね。ないですお財布空っぽになるくらいはないです。だったらその空っぽになる寸前で諦めます。だいたいパパさんがやってくれるの、身の回りのこと、身の回りのこと、なんだろうな、パパにやってもらったことなんだろう。あの通販一人でできなかったから、あのパパにそれはやってもらってましたパパに通販これ欲しいって言ったのをスクショで送って、
届くみたいなのはやってもらってたけど、もうできる通販自分で。あとなんだろうな、やってもらってたこと、あ、掃除機買ってくれたこと掃除機買って、家具の組み立て、あ、でも車の何送り迎えとかはやってた。缶切り、あ、缶切りの使い方ね、なんかママに言われた、なんか缶切りの使い方わかんない子多いらしいみたいな話を青がして、そしたらなんかじゃやってみようってなってママに教えてもらったけど、ちょっと忘れちゃったちょっと忘れちゃった。486日連続配信おめでとうございます。ありがとうございます。そう、でも缶切るさ、一人暮らしで缶切るタイミングあんまないからさ、あんまとか一回もなかったから、そうそうそう、だからなんかこういうのわかんないこういうのは違うかな。お盆だったけど、あおちゃんはお墓参りとかするの？したいんですけど帰れない、どこにも行けないからここにいてます行きたいんだけどさって思ってるんだけど。栓抜き、あ、栓抜き大好きなんかこういうのも大好きだし、なんかさコルクなんていうの開けるのとかやりたくてやってた、家で実家で。あら、ありがとうございますでも栓抜き大好きなんかワインオーブナー、オープナーってやつ、なんかさかかしみたいなやつちょっとわかる、なんかさかかしみたいにさなってさ、なんかこうやって上がってく、なんか刺してこうやって上がってくやつ、あれなんか好きだったからあれやってた最近は全然やってない。こんな感じです、ね、次いつコルク外せるかなそう、回すやつ確か包丁研げそう、米研げそうの、米欲しい、包丁かな。でもそうな、いつだっけ、なんかね結構前にママから包丁研ぎ送られてきたんだよね。バラありがとうございます。あのさこうやるやつ、なんかシュッ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 ってやる送られてきた。ハートありがとうございます。それやったらねトマトがすごい切れやすく、え、石じゃないよ、なんかこれシュッシュッってやるやつシャープな、あ、それです、それですそれをママが送ってきてくれて、あのトマトすぐ切れるようになって、包丁の力と思った。まあ、包丁の力もっていうか、その包丁研ぎの力って。こんばんは。だからなんか最近包丁の切れ味悪いなって人とか、あの包丁研ぎ使ってみてください感動するので、ハートありがとうございますね。なんて話をしてるんだ私は。ハートありがとうございます。
こんばんは。一時的にだから本当は定石石、でも石難しそう。ハートありがとうございます。砥石か、砥石ですね。砥石覚えました。ダメだ、漢字に強くなんなきゃ。なんかあおちゃん、あおちゃん頭悪って思われちゃう。よくないよくない。砥石、私なんかさこういう難しい字ってさ、なんか右側のそのまま読んだら読めるみたいなのあれ多いじゃん。漢字弱い、ちょっと恥ずかしいからやめよう。あれありがとうございます。チャンナがありがとうございます。関係ね、なんか関係より英検受けなって言われて、あ英検かって思いながら何もしてない時点だから。でもなんか周りの子すごくて、中学の時とかなんか英検絶対に受けなさいって言われてて、中学校の時に。でなんかだけど結局受けなかったけど、英検ね。でも私面接で落ちる自信しかないもん。鉄の私がありがとうございます。英検英語、でも英語喋れるってかっこいいよね。英検12、すごい。すごい。12、12すごい。でもさ、中学校3年生の時とかさ、周りの子がさ、3級、2級、準2級、2級、なんか2級取ってる子とかいて。2級取ってる子とかクラスにいて、なんかすごいなと思ってた。すごいなと思ってた。だから新潟来てからなんか英語難しくて、あんま英語好きじゃなくなったけど、高校入ってからまた英語得意になった。新潟弁マスターできましたか？新潟弁、なんかゴリゴリの新潟弁わかんない時もあるけど、なんかヤヒとかユウとかサラとかが使う分には全然聞こえる。でも新潟弁って言うてなんかそんな方言してない感じも しなくない？あんま困んなかった。それでバラありがとうございます。魚ですか？あゆうは魚、あゆうは、ん、あゆうは私は魚じゃないです。魚でもなかったです。そう、こんばんは。だからなんかでも東京と新潟、東京から新潟来る時もそんななんか新潟に方言あることも知らなかったし、来ても別にそんな困ることもなかったから。あゆは魚です。その通りです。ザッツライト。そんな違わなかった。
なんかでもおばあちゃん家とか行くと、おばあちゃん岩手の人なんですけど、おばあちゃんがさ金魚のさ金魚の人の近所の人とさ喋ってる時とかさ近所の人とさおばあちゃんがさ近所の人とさ喋ってる時とかさわかんないからさ違う、え、みんな気づいてないの、熱い熱い熱い近所って言うとしたら金魚って言っちゃったから、おばあちゃんが金魚って言っちゃった、おばあちゃん金魚じゃないのにおばあちゃん金魚って言っちゃったはだからわかんないんです、わかんないんですよ、なんか異国の地みたいな感じがしてはあ、うん、おばちゃん想像しちゃダメだ、みんなみんな優しい、はあ、そう、おばあちゃんが近所の人と話してる時とか全然聞き取れないの、青はなんかすごすぎて早口すぎて、そう、めんこい、岩手はねめんこいあんま使ってるの聞いたことない、使うのかな、あ、腹筋鍛えられた、そうそうそう、方言ね、方言ってすごいよね、奥が深い、だっけどうした、あ、言うかも、だっけだっけってめっちゃ言ってるイメージ、ヤヒとか、あ、めんこいテレビ知ってる知ってる、岩手、え、じゃあやっぱめんこいって岩手使うのかな、でもおばあちゃんにめんこいって言われたことない、それはなんかめんこくないからってことなのかでもおばあちゃんは、私のおばあちゃん岩手で生まれて岩手で育って大人になってから東京来たけど、おばあちゃんはそんな方言強いイメージない、そんなことないよコメントありがとうございます、お兄さんお兄やんって呼ぶのは感性と思うんやけど、そうなのかな、でも兄やんなんか別に何方言とかじゃなくて、ただ私が お兄ちゃんって言えなくて、で気づいたら兄やんって言ってて、で兄やになったみたいな、え、じゃ あもしかしたら前世関西人だったのかな、その名残で兄やんって言ってたのかな、ちょっとそれは分からないですけどそう、あ、これ覚えてなくてママから聞いたんですけど、ニーヤンで、なんか小学生くらいになってニーヤンにちょっとニーヤンって呼ぶのやめてお兄ちゃんとかにした方がいいって聞いたけど、なんか嫌だって言われたから、今でもニーヤンとか名前って呼んだりとかします。
いいやん。一生懸命兄さん、兄さんか、なんかすごい渋いですね。兄さん、兄さん、吐きようでしょ、受けてえな。ホームページ見てみたらどうですか。ホームページ、あれもう始まったんだっけ。さっきの金魚の、え、全然いいですよ。全然いいけど、くだらなくない。私の近所と金魚間違えたエピソード。チューヤン、チューヤンって何、チューヤンって知らないか。お兄ちゃんって呼ばれたい。でもなんか私の周りでさ、なんかお兄ちゃんがいる子とかさ、あんまりお兄ちゃんって言ってる子さ聞いたことないんだよね。なんか名前で言ってる子が多い気がする。呼び捨てで何々ってタツノアトシがありがとうございます。まあでもお家によるんだろうね。つぼり方が全然お上品じゃなかった。私笑い方全然お上品じゃない。ちゃんとお上品にしなきゃいけない。うふふふふって笑わなきゃ。よいしょ、カラオケします。発声練習、アメンボ赤いな、あいうえお、あいうえお、アメンボ赤いな、あいうえお、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。かって何、アメンボ赤いなの次って何なんですか。放送委員の時発声練習してなかった。おはようございます。今日は8月16日月曜日です。晴れている朝ですね。今日も元気に一日を過ごしましょう。今日は全校長会があるので校庭に出ましょうみたいな。出ちゃったもん。いい、どうしようかな。かきくけ、かき、かけきく、かけきく、けこかこ、難しい、なんか。こんばんは。本当は今でもそばにいてほしいよ。だけど君を引き止められない。見つめ合うほどに切なくなるんだ。不意に思い出がじわるで、ててん。まだ冷たい風の中で桜のつぼみを見つけたとき、僕たちの別れの春がそこまで来たと知った。悲しみを乗り越えて、人は優しさのその意味に気づくんだ。君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても僕が全力で駆けつけてあげる。
だから心配しなくたっていいんだよ。自分の夢をやっと見つけたんだろう。勇気を出して踏み出すんだ。君がいないのは寂しいけど、Someday いつの日か会おう。 Love you I say goodbye my darling。 熱いな。駅へと続く坂道を何度二人で歩いただろう。桜の花が散ったって一言でしかなかった。昨日とは違う道を行ってみたいって思ってたんだろう。君が一人きり悩んでいたことを随分前からわかってた。自分で答えを出さなくちゃダメだ。だから何も気づかぬふりしてた。新しい人生決心した。今日ダメだ。僕は微笑んで見送ろう。あの日の出会いに悔いはない。 Thank you 今日までありがとう。君が幸せになればいい。じわじわにじむ、yeah。 君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても、僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配しなくたっていいんだよ。自分の夢をやっと見つけたんだろう。勇気を出して踏み出すんだ。君がいないのは寂しいけど、 Someday いつの日か会おう。 Love you I say goodbye my darling。じわじわくるね。ジュアルデイズでした。ダメだダメだ。金魚思い出しちゃう。おばあちゃん金魚になっちゃない。やだ。はあ、暑い。次は。あゆえお、赤さたの葉、ひふ、え、39分。暑い、なんか暑いな。意識してたよ。斜め後ろ座っていたこと。静かな授業の間、頬をついて正面向いてた。できることならすぐ立ち上がり、君の席まで歩きたいけど、
たちは今話し合うべきなんだ。愛についてお互いに感情を抑えて苦しくなるより、人の目気にしないで素直に。金魚はいません。同じ教室にいるのに、それ以上は親しくなれずに、それでも一方的に僕は君に恋してしまった。人は誰でも目立たないように心見せずに生きているけど、僕たちは今話し合うべきなんだ。君をもっと知りたいよ。状況を理解して諦めるよりも手を取り連れ出したい。ここから僕のことだって知ってほしいんだ。好きな映画やマイフェバリットソング、君のことだって教えてほしい。すべて愛さ。僕たちは今話し合うべきなんだ。愛についてお互いに感情を抑えて苦しくなるより、思うままぶつけ合って、僕たちは今話し合うべきなんだ。君をもっと知りたいよ。状況を理解して諦めるよりも手を取り連れ出したい。ここからあと何曲、2曲できるかな。2曲できるかも。あ？ララ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 太陽、僕の太陽です。人差し指空に向けて巻きつけよう。
白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ、行こう明るく、レッツゴー。嫌なことの一つくらい種にもある、下を向いて落ち込んでたってダメさ、心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって、必ず僕が探す愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る、永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。一人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って、一人じゃないよ、君は夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る、青空を今諦めないで、時には雨だって降るだろう、泣かないで僕の太陽。太陽は何度も夢を見る、雨雲にもし覆われたって待ってる誰かを思い出して、君だけが僕の太陽、君だけが僕の太陽。ララやります。いい曲だよね、この曲。うん、はい、
歌が乗るんだ。人を愛したその時から生きることって素晴らしくなる。そうだ、誰かのため何かしたい。今素直に思ったのは愛の連鎖なんだろう。世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて、手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せになろう。 Oh yeah yeah, Oh yeah yeah, 熱い。 Oh yeah yeah, Oh 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 oh, 悲しみの雨に打たれて涙が溢れたら思い出すんだ。そばで誰かが見守ってる。一人じゃないよ、どんな時でも。もっと人のことを信じてみよう。そう、世の中そんなに捨てたもんじゃないんだ。世界の人よ、歌っているか。言葉なんかが違ったっていい。大きな声で歌い続けよう。きっと未来は一つになれるはず。世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて、手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せになろう。みんな一緒に幸せになろう。世界のスタイルでした。ということで、今から明日の夜を発表したいと思います。初期ありがとうございます。フルタタオイです。暑いんだって。なんかこの部屋が暑いのかな。はい、ということで、どうしようかな。今日はゆで卵だったので、どうしようかな。はぁ、決めた。いきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、天ぷらです。天ぷらです。天ぷらです。でも揚げ物今の時期すごい大変そう。天ぷらで。みんなは何の天ぷらが好きですか？私は大葉も好きだし、さつまいもも好きだし、あ、ピーマン好きです私。よかったで、さつまいも、紅生姜のなんてあんの？あ、かき揚げね。かき揚げは確かに、かき揚げ美味しい。待って、半熟卵って、なにそれ。アボカド、アボカドやるんですか。なんかすごい、何すごい、なんか珍しい。ピーマン美味しいよ。ピーマン美味しいからやってみて。はい。あとなんかね、ブロッコリーもやると美味しいらしい。私やったことないけど。はい、そんな感じで明日は天ぷらです。じゃあ
次は明日の配信時間ですね。あ、待って、私明日はじゃあ夜の9時から配信します。21時から配信します。見に来てください。ということでスクショタイムをしたいと思います。ちょっと天ぷら坊主はわからないので、なんかさ、イヤホンめっちゃさぐねっとる。スクショ。あ、そうか、この前エアドレスだからか、ごめんなさい。撮れました。はい、撮れました。撮れました。よいしょ。だってエアドレスもお家にないんだもん、実家にあるけど。はい、ということで今日のランキングを読みたいと思います。いきます。13位飛び田さん、ありがとうございます。12位バイケンさん、ありがとうございます。11位シロさん、ありがとうございます。10位ゾウさん、ありがとうございます。9位 MS さん、ありがとうございます。8位藤井さん、ありがとうございます。7位 G さん、ありがとうございます。6位 TL さん、ありがとうございます。5位ヤミーさん、ありがとうございます。4位新潟カズさん、ありがとうございます。3位マー君さん、ありがとうございます。2位ポンポンさん、ありがとうございます。1位ヨックンさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。あ、思ったよりなんか時間余っちゃった。あと1分ぐらい。Say hello awesome。 Say hello。 また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ひひひひ、あやとりやってもあやとりないから。おやすみなさい。また明日ね。じゃあなんか何しよう。バイバイ。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も行ってしまった道の向こうを君は来るか来ないのかな。もっとちゃんと言えばよかった。僕はそれでもそれでもときめく。あんぱありがとうございます。ということでおやすみ。また明日ね。バイバイ。切るよ、切っちゃうよ。バイバイ。また明日。おやすみなさい。